オルバーン・ビクトルは、ハンガリーの政治家。1998年から2002年まで首相を務め、2010年5月から再び首相を務めている。日本語表記において、オルバンやビクトルという表記揺れも見られるが、ハンガリー語は単母音と長母音を区別し、AKZ 付きの母音は必ず規則通りに長母音で発音されるため、性に関しては、 オルバンは明らかに誤った表記であり、日本の外務省の公式サイトでもオルバーンと記載されている。ハンガリー中部のアルチュートドボズで貧しい家庭に生まれた。父は共産党員のエンジニアだった。少年時代はサッカー選手を目指し、国内有数のユースチームに属した。エトベシュロラー大学で法律を学び、在学中で 東欧革命前夜の1988年、青年組織、フィデスの設立に参画し、社会主義体制への抵抗運動を始める。1989年6月、ハンガリードーランで失脚、処刑されたナジームレの災埋葬式で、社会主義政権だと訴える演説を行い、民主化の機種として、なお高めた。共産党政権崩壊後、1990年の、 総選挙でフィデス・ハンガリー市民同盟から立候補し、当選。1993年には、同党の党首に就任した。1990年代半ばの党内構想で、離脱したグループが、当時の中道左派政権に合流すると、オルバーンは、フィデスを、右派政党へ転換させた。宗教に無関心だったのが、1990年代後半に、 キリスト教教会へ通うようになったのも、右派層の支持獲得のためとみなされている。1998年の総選挙でフィデッスが勝利すると、中道右派政党との連立政権で首相に就任した。当時35歳でヨーロッパ最年少の首相であった。2000年に当主の職を辞し、公認にはケベール・ラースローがついた。2002年の総選挙では、 過去最多の議席数を確保したが、社会党に僅差で敗れ退陣した。2003年にフィデス党首に復帰したが、2006年の総選挙でも社会党に敗れた。しかし、その後の経済危機で、左派連立政権が崩壊するなど混乱があり、2010年4月の総選挙で、フィデスは議会の3分の2の議席数を確保する、自滑り的勝利を収めた。 同年5月29日に8年ぶりに首相に就任した。2014年4月6日の国民議会選挙においてフィデスは圧勝し、オルバーンは首相に再選された。2018年4月8日の国民議会選挙でも圧勝して参戦した。公共事業の多くがオルバーンに近い企業に発注され、金額の一部がフィデスへの裏金になっていると報道されている。 欧州不正対策局が不正を指摘したケースもあるが、検事総長が政府に任命されるハンガリー検察は捜査をほとんど行っていない。2020年3月30日、ハンガリー議会において新型コロナウイルス感染拡大へ対応するための措置として首相の権限を期限を定めず大幅に拡大する法案が可決される。しかし、国内外から 独裁的と批判されたこともあって、同年6月16日に議会で撤廃された。2011年の改正ハンガリー憲法で、ハンガリー政府は国境を越えて、ハンガリー系住民の運命に責任を持たなければならないと規定し、ウクライナ西部などに住むハンガリー系住民への援助と市民権、選挙権付与を行った。これは、在外ハンガリー人を表伝にすることと、 国内での民族主義を鼓舞して、自らへの支持を高める狙いがあると分析されているが、ウクライナ政府との圧力を招いている。この問題の歴史的背景については、ハンガリー王国の歴史的地域も参照。欧州連合加盟国の中でも、移民、難民に対して、最も強硬な政府指導者で知られ、民族が混ざりすぎると問題が起こる。移民は、毒と発言したこともある。 移民、難民を貨物コンテナに収容する法案も成立させている。オルバーンは移民に頼らない人口増加を重視し、第三子出産以降の所得税免除や不妊治療の無償化など徹底的な少子高齢化対策を行った。2014年に国を成功させるのはおそらく民主主義ではない。成功者はシンガポール、中国、ロシアなどだからだと語り、 国家による統制を重視する中路に接近している。東方解放政策として中国との関係を重視して他の中東欧諸国と共に16プラス1を首都ブダペストで2012年より立ち上げており、イスラム教徒の移民に極めて敵対的なのに対して中国人富裕層の移住は歓迎している二重基準を指摘されている。ハンガリーとギリシャを結ぶ ブダペストビオグラードスコピアアテネ鉄道の建設を中国の援助で推し進め、一帯一路に賛同してハンガリーをアジアインフラ投資銀行に加盟させ、一帯一路国際協力サミットフォーラムにも出席している。補助金配分をめぐって EU に対して資金を出せないなら中国に頼ると発言しており、中国政府の人権弾圧や、 南シナ海での立場に抗議した EU の所管や声明をギリシャと共に拒否もしている。また、ハンガリーは欧州では初めて中国のビブップ公部とロシアのスプートニク V コビット19ワクチンを承認し、オルバーン自身も中国製ワクチンのビブップ公部を接種した。夫人のレイバイアニコーとの間に5人の子供が誕生している。レイバイニコもオルバーンと同様に エトベシュロランド大学を卒業しており、弁護士の資格を持つ。ありがとうございます。